肩、よいしょ。はい、お疲れ様でございます。秋の夜長、皆様何お過ごしでしょうか。僕は今、名古屋で夜のホテルでございます。今帰ってまいりました。うー、暑かった。よいしょ。まあね、勘のいい方はお気づきかもしれませんが、ここにカメラがあって、回して扉から入ってきて、嘘をつくなと、帰ってきたばかりで嘘をつくなと大思いの方もいらっしゃるでしょう。その通りでございます。はい、まあ演出でございます。いや、まあでもね、実際ついさっき撮影から帰ってきてね、今月ね、外に出る機会が多くて、ちょっとね、家撮りがなかなかできそうにもないので、外出をした際にはね、ちょっとホテルで撮っていこうかなと。何段続くか分かんないけど、とりあえずね、1段目ということで、名古屋の夜でございます。チャレンジ、まあ、3キロぐらいなんだけどしてきて、さすがにね、お腹は空いてないんだけど、まあ、ちょっとカメラ回す上で食べ物が何にもないのは問題だと思うんで、あー食べてるよ。食べ物を買ってきました。よし、とりあえずちょっと食べながら紹介していくからさ、うん、画角的に収まりきらないから、食べながら紹介したいと思います。神々ですよ。期待されてる皆様には申し訳ないんですけど、今日はお酒はなしでございます。とりあえずしょっぱいもんから食べようか。じゃあまずね、これ、はい、シーチキンマヨ。とりあえずね、しょっぱいもんから攻めましょう。しょっぱいもんから、はい、シーチキン、はい、いただきます。うん、うまい。うん、噛んだところでごめんね、ちょっと汚いけど、うまい。シーチキンってうまいよね。うん、うん。冒頭でも言ったんだけどさ、今月ちょっと外出することが多くて、編集もね、ちょっと間に合わないかもなのよ。だからちょっと投稿頻度がもしかしたら落ちちゃうかも。うん、僕ノートパソコンで編集してなくて、デスクトップでしかやってないんですよ。だからちょっと家に帰れないと編集ができないので、もしかしたら減っちゃうかも。頑張ります。とりあえず緑茶。日高昆布。うん、昆布うまい。一番うまい。昔から一番好きなんですよ、昆布。うん。うん。なんか取ろうと思って買ってきたは買ってきたんだけど、あんまりさ、何話そうかとか別に考えてなくて、もしかしたらただおじさんが夜に物を食べてる動画になっちゃうかも。それはそれでごめんね。見て、これファミリーマートさんのやつなんだけど、見えるかな、これ。すげえうまそうでさ、コーンマヨトースト。僕セブンイレブンさんのコーンマヨパンが昔から好きで、でも知ってました、あれ多分マイナーチェンジみたいなのを何回もしてるんですよ。パンの形がちょっと変わったり、パンの厚みとかさ、チーズじゃねえやコーンマヨの割合がね、ちょっと変わったりとかしてて、もうほんと僕が小学校とかに食ってた10年以上前、15年とか20年ぐらい前のやつのコーンマヨパンが好きで、変わってからはあんまり食べてないんだけど、とりあえずファミマの初めてかも。いただきます。うん、コーンマヨに対してちょっと耳多めかな。これぐらいパンしっかりしてるんだったら、個人的にはね、もうちょっとコーンマヨあった方が好き。うん、うん、うん。でもまあ今回の名古屋とかもそうだけど、遠征みたいな感じで地方とかに行く時ってさ、やっぱりチャレンジメニューとかデカ盛り取りに行ったり、
まあ、最近ではさ、ありがたいことにそのお店の方からお声掛けもらって行く時とかも結構あるんだけど、やっぱり行く時ってそのお店とかばっかりしか調べてなくて、この各地の名所とか名物っていうのを知らなくて、まあ、今回はさ名古屋だけど、ぜひそういう何々県に来たら何々県行ってくださいみたいな地元の声っていうか教えてもらえたらとっても嬉しい。時間があったらよしひと回る次シャキ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 レタスサンドか、シャキシャキレタスサンド、これ僕、まあ、また言っちゃうのもあれなんだけど、セブンイレブンさんのシャキシャキレタスサンドは一番好きなサンドイッチなのね。だからもうファミマさんで見ても迷わず手に取ったんだけど、こんな感じ。いやだ、結構ねレタスが分厚く入ってて、ハムにこう下にチーズ入ってんね。いただきます。うまい、うまっ。いやこれってさすごいよね、このレタス側にもちゃんとさドレッシングっていうかソースついてんだけど、食べるまでシャキシャキがこうさ残ってんの。昔不動産屋さんに勤めてる時の会社行く前の朝ごはんとかね、よく食ってた。僕の朝の定番メニュー。でカロリーも結構低いしね、200何十キロカロリーとか、朝ごはんにはちょうどいい。うん、次これつぶあんのつぶあんマーガリンかのコッペパン。うん、ぎっしりほぼパン全部。この一口噛んだらパンだけってことはないよね、これだったら。うまっ。うん。うん。そうか、あとこれ見て、初めて見てさ、思わず取っちゃった手に。ルマンドの一口サイズ、なんか手につかないみたいな。これうまそう。ルマンドってさすごい美味しいけどさ、普通に言ってるサイズっていうか棒状のやつだと絶対割れてるよねもうあれがね悔しくてしょうがない。これなら割れる心配ないしね。うん、あ、うまい。ちょっとね、普通のルマンドよりもそのチョコのコーティングがね分厚め、食感がちょっと強いかな。ただ中の生地は完全にルマンド。うん、うん、ハッピーターン、これハッピーターンのローストアーモンド味か。はっ、あ、全然普通のやつより全然ちっちゃい。すごいちっちゃいよね。ほっ、これいい。雪の宿の黒糖みたいな感じ。うまっ。お米系のお菓子ってうまいよね。昔からおせんべい好きでさ、まあ実家も足立区だからさ、あの草加ってのが近くて、有名なの草加せんべいとかよく食べてたけど、そのすごい好き。うん、終わり。とりあえずお菓子とパンは取っておけるから、デザート食べよう。デザート見つかってきたんだよ、デザート。あ、これだな、これ1個目、メルティショコラ。こんな感じ。うまそうじゃない。すげえ、チョコムースみたいな、チョコムースみたいな感じ。苦い、うまい。うん、ずっと甘いもの続いてきたから、まあもちろんこれもデザートで甘いやつなんだけど、うまっ。
んま感想とか言ってないけど一瞬でなくなった。まあ、いっか。うん。次これ。イタリア栗のモンブラン？モンブランって今のコンビニスイーツってすごいよね。なんか下タルト生地っぽいぞ。硬い下が。スポンジじゃなくてちょい硬めのシフォンケーキかな。ごめんね、これも食べたとこで見えるかな。生クリームの下にこうシフォンがいる感じ。生クリーム、マロンクリーム、生クリーム、シフォンケーキ。個人的にはふわふわの方が好きだからな。これはスポンジケーキの方がちょっと嬉しかったかな。あれでした。あまり好みではないかな。釜出しとろけるプリン。見てこれ、きれい。プリン。プルプル。いただきます。うまい。昔からプリン好きなんだよね。なんでかわかんないけど。僕の中での最上位が焼きプリン100いくらの昔からある、もうあれが好きでね。ちょっと残った。完食。ごちそうさまでした。とおじさんが夜のホテルからコンビニのメニューをただただと食べてダラダラとレビューをするこちらの動画いかがだったでしょうか。ということで、まあ、もしねこれがちょっとまだ僕はどうなるか分かんないんだけど、面白いよって言ってもらえればまたねどっかの外出した先でもやってみようかなと思います。次回はねちょっと車運転する予定が次なかったらねお酒も飲んでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。噛んだ最後。よろしくお願いいたします。それじゃあバイバーイ。